鳥居はこっちにあったんだ。あ、でもちょこっと梅みたいな咲いてる。お、すごい。なぜか狛犬が複数いる。なんか金婚記念とかで入れるんだね、狛犬が。ここに2匹。まあこのセットはまあわかるんだけど、謎のここにも奉納されている狛犬たち。これも、あ、これも金婚記念なんだ。で、多分もともとはこれがあのここの狛犬なんだと思うんだけど、ちょっと丸み帯びてるな。丸いです。この鳥居の隣を見るとこんな感じで、なんかちょっと公園っぽい感じの
雰囲気が広がってて、まあ、隣に保育園もあったりとかして、まあ、子供たちここで遊んでんのかなみたいな、まあ、勝手なイメージが膨らむ感じです。ここには謎の闘技場のようなものがあるという、なんだろうこれは。